おはようございます。起きたてです。まだ顔も洗っていません。まず一番にレモン水作りたいと思います。岡山県でも一番美味しい水道水が出るエリアです。というのも水道水が国立公園の特別保護区から流れ込んでいるからです。唐辛子です。入れすぎるとちょっとお腹にくるので控えめに、できるだけ入れれるだけ入れたらいいそうです。では、目覚めの一杯。自分はまず一番にレモン水を飲む習慣を、何ヶ月くらいか続いています。あと水を飲むタイミングというのが大事だなというのをやってみて気がついています。今までは自分はご飯の時にたくさん水を飲む習慣があったんですけど、それだとうんちが柔らかくなってしまうというか、消化酵素がすごく薄まってしまうので、うまく消化できてなかったんだなということをよく分かりました。今は朝起きてまず水を飲んで、ご飯を食べて、あとお昼の前にちょっとお水飲んで、あと夕ご飯の前に前30分ぐらいにお水飲んで、また寝る前にお水を飲むっていう風に、ご飯の時を外して水を飲むようにしています。これかなり体質変わりますので、すごい簡単なことなのにかなり体質が変わるんで、ぜひ実践してみてほしいと思います。そしてもう一つ実践しているのがこれ、ネイティポットってやつです。これ花粉症対策の薬買った時に売ってたものなんですけど、こういうね、確か小林製薬から出てたんじゃないかと思うんですけど、でこれにここにいつもセットしてます。でもうこれに一杯をすると、だいたいこのカップ 20ml 入るんですけど、ちょうど生理的食塩水になるような濃度に調整しています。こんにちは、ラブです。こうやっていろんなことを簡単にしておくと続きます。だから難しくすると、なんかこういうふうなの量りを出してきて、その都度測ったりとかしてたり、難しいことをすると続かないんで、いかに毎日自分続けられるかっていうのを自分の性質性格とかも考えながら、あと自分の持っているものとかとも上手に調整しながら、成功回避不可能システムを作る、これが継続のポイントです。継続すると習慣になって、習慣しているとやらそれは自分のものになって、自分の体が進化していくという、そういう感じです。ネイティポット、こんな感じで毎日やっています。鼻水混じりの水が出てきます。1日の始まりに何をするかがその日の1日のクオリティを決めます。で、まず1日の始まりに自分のことをケアしてやるっていうことがすごく大切です。自分を愛すること、そこから始めてください。視力検査、左、右、違います。これを突っ込みます。下磨きです。あったね、きたね見せるもんじゃないなそしてこれがもう一つの朝の習慣です。
これめっちゃ美味しいオリーブオイルです。この辺に住んでいるイタリア人の実家で作ったオリーブオイルを直送しているそうです。まあ、ここのイタリア人、日本にあるオリーブオイルをいろいろ試したんだけれども気にならなかったので、お父さんに自分のお店専用のオリーブオイルを作ってもらったそうです。さあこれをこの緑見てください。これ最後のオリーブオイル使っちゃいました。これサラダにすると美味しいです。すごい緑色で刺激的な美味しさです。これ一回食べるともう他のオリーブオイルダメです。これをお口に含んで10分間、10分長いので、なんかこう音楽聴いたり音声聞いたりしてください。今からニンニク、生姜、キュウリ、ニンジン、セロリジュースを作ります。どういう意味ですか？野菜ジュースという意味です。野菜ジュース見せてください。できました。うちはジューサーがないのでミキサーでやったので少し水を加えました。本来だったらジューサーで生姜とニンニク以外の野菜をジューサーで絞ります。その後ミキサーに移してニンニクと生姜を混ぜてジャンとやります。では、とても強烈な匂いのするこのジュース飲んでみたいと思います。それではどんな味がするのか飲んでみたいと思います。こっちです、映ってるのは。すごい匂いです。ちょっと中南米を思い出す匂いがします。まあ見た目ほどは悪くない。無理。美味しいものではありませんでした。美味しいものではない。ニンニクの味がすごい、かなり入れたから、うん、ニンニク丸ごとまだ残ってる。